皆さん、こんにちは。一、えー、ひとつき万札、作家の本間竜です。今日はですね、まあ、月曜日、3月18日、月曜日なんですけども、えー、月曜日の夜収録してるんですが、えー、今日は下村博文さんが出てですね、衆議院の成妊審が行われたんですね。で、まあ、今日は、これを、まあ、受けてですね、うんうん、まあ、 ここのところの、まあ自民党のこの支持率の低さであるとか、まあ結局この後まあ選挙は何回かありますんでね、まあそういう話をしたいと思うんですが、ええ、まあちょっとこの下村先生のこの時間があんまりにもひどくてですね、まあちょっと疲れちゃったなと思うんですけど、えっと今井さん今日もよろしくお願いいたします、はい。 もともとね皆さんこれあの私と本間さんって日曜日に収録してるんですよ。で大体ここのとこは一本は万博で一本は万博以外のことをやってるんですね。で本当だったら昨日日曜日今日今実は収録月曜日の今夜8時なんですけども本当だったら日曜日に万博が終わってからじゃあもう一本やりましょうということなんだけど、ね、本間さんがね 本間さんも本当にあの、人に対して優しいから、いやー、今井さん、明日の生林審下村博文の生林審見届けてからやりませんかって言って言うから、僕は、んなもんやったって何も言えへんよ、女も何も来た人あかんあかんって言ってて、いや、本間さんが、いや、わからないですよ。もうあの、森とね、やり合ってますから、森切ろうとやり合ってますから、もう恨みつらみあるし、もう、森とそれやったら真珠やみたいで、もう、 言っってくれたたら、ね、面白いいと思んんだけどロするかも分からないそんなん言うから俺今日歯医者の予約入れてたのにさ <laughs> もう歯医者はいつもあの歯医者の待合室のテレビあの大阪の10チャンネル読売テレビいつも合わせてはるんやけども僕受付の,あのお姉さんに「無理を言ってすいに乗って」うん、って言ってちょうど僕の予約3時からやったから「無理を言って」<laughs> あそうだったんでっか <laughs> ちょっと NHK に書いてもらっていいですか?」って言って <laughs> ちょっと NHK ほんだらもうでも全然もう,もう何のこっちゃないこれ一日収録ずらした意味全くな,い全くなかったね本当にあのいや僕もねあれですよ清水さんと喋った時はどうせ喋んねえだろうなと思って言ってたんだけど <laughs> あの、喋ってくれたら面白いじゃないですか、やっぱり。うんうん、特に森希朗、憎しでね。うんうん、なんか口滑らしたら面白いよなと思ったんだけど、結局、なんか質問者もあんまり森希朗、出せ出せみたいな話、あんまりしなかったですよね。今日ね、うん、僕がちょっとあの、おもろいなと思ったんが、 あの寺田,学寺田学が出てきてすぐにね、うん、まあ会派は違うけど下村さんとはあのーうん、教育関連のねああそう教育関連の足長のねああいう感じで、うん、あの,あの一緒にまあ組んでいろいろやってますから今日はこういう形でみたいなことってちょっとまああのえー 俺たたち仲良しやんかみたいな感じでだ,だから本間のこと言うてよみたいな感じで始まってね、うん、そ,れでそれでも下村博文がなかなかガードが固くて本当のこと言えへんから、うん、なんか寺田学がついにですねあのもちろん本間さんも視聴者の皆さんももうご存じだと思いますけどあの問題をね具体的に持ち出したんですよ、うん、つい2022年8月1日の月刊誌正論まああの 星系右系右のまあ雑誌と言われてる正論,、うん、正論9月号にですね森喜朗が少なくともこれあの安倍晋三氏が亡くなってすぐなんですけども少なくとも2年か3年のうちにまあ安倍派では5人のうちに自然に行列が決まっていくとその5人っていうのが、えー、松野西村萩生田高木世耕の5人、うん、でそこに なぜか下村博文が入ってないんですよね。<laughs> 入ってないどころか、そのまま、空と続けてですね、すえー、共通してるのは、みんな一致してるのは、下村博文だけは排除しようということだと語ったっていうね。おいせ、これが2022年の9月号で発表されてから、下村博文さんのちょっと情けないところは、うん、翌年ですね、7月に、 えー、これは噂ですよ噂だけども、多分本当だろうと言われてます、いろんなメディアが報じてます、えー、下村博文さんが、森喜朗さんのところの事務所に行って、うん、土下座をして、うん、土下座ですよ、森先生、今までのご無礼をお許しくださいって、<laughs> どうか私のす和会の会長に、要するに安倍派の、安倍さんなきあと、うん、の安倍派の会長に。 私を推挙してくださいって言って、土下出したって言うんですよね。うんうん、金持ってったっていう、ね <laughs>。それで、<laughs> そうやけど、もう逆に、何度お前は俺に対してなんか無礼を働いたという認識があるのか。うん、そんなやつのことは聞かん言うた。逆には、チらかされたと。<laughs> で、そういうことがあったから、本間、うん、さんはじめ、 何人かの人がですねもしかしたらぶっちゃけるんじゃないかといって、うんね、まあ,あの具体的に言うと要するにこのキックバックシステムですよね、うん、裏金作ってキックバックしていくっていうシステムを始めたのは一体誰なんだっていうところで結局やっぱりこの清和会を大きくしたっていうのはやっぱり森からなんで。うん 森の時代に始まったんじゃねえかっていう証言が自民党内会から結構なあの、いくつも出てきたっていう、まあそういう話ですよね。それに基づいていくって言って、<う>結局森、だって森ってそれで今、なお、だってその5人衆にご意見でき、できちゃうんですもんねでもね。 政倫心ね、うん、あのそのことについても触れてたよ。うん、もう議員でもない人に政倫心に出ていいかどうかお伺いを立てに行った議員がいますよねって、うん、そんなことあるんですか議員でもない人にみたいな今日、うん、そういうやり取りもありましたよね、うん、今日。いやもう議員どころか、うん、だって今なんてほらあの。 もう老人ホームに入っちゃってるっていうね。高級老人ホームね入会金1人1億円のえと千代田区内にある某高級老人ホームに老人ホームって言うんですかねあれね施設に奥様ともどもお入りになっていて気が向いた時だけそこから出てくると。で昨日の自民党大会にも出てるんですよ。 うわよすいよすい俺はまだまだやってたいんだって勝手なことしたらその通りそんなことされたら下村博文今日言えんわなやっぱそういうことだと思うんですよやっぱぶるっちゃったんだねまだね彼やっぱりなんかどうしてもなんか小物感が漂うじゃないですかでなんかもう今日も というか、いや、僕はもう本当何も知らない。何にも知らないんだってばって、ひたすらそう言ってたじゃないですか。事務総長をやっていた人間が、金の出し入れも何にも知らないし、キックバックやってたことも全く知らなかった。<い>そんなアホな <laughs> ねあの、それは全部事務方がなんて言ってるけど、もうあの、もう本当に、そんな、 あのー、説明したって、あ、そうだったんですか、なんて納得するやつなんかいるわけないんでね。もう本当なんか、だから、結局、下村って、今日は一体、何のために出てきたの、うん、もう、また、あれじゃないですか、自民党の点数を下げただけじゃないですかね。いや、だから結局ね、僕も政林審すごくあの、最初から反対してたのは、 結局彼らの言いたいようなことを言わして嘘八800言わして彼らが弁明する時間と場所を与えてるだけなんですよねこれうん僕はねいや、うん、それでさらに支持率が下がってるんで、うん、あのー、まあ微増になってる調査もありますけど基本的には全然回復機構にならないじゃないですか。 国民の怒りを増幅させているので、僕はこれはこれでいいなと思ってるんですあつまり、嘘を言ってたら、うん、その嘘でさえも許容するアホな主権者もいるけども、大抵、うん、の人はお前、国民主権者なめてんのかって言って、うんうん、もうん自民党支持やめますと、うん、でそれが立憲、後でまあとで話しますけど、立憲に向かわなくっても、うん、あるいは令和に向かなくっても、 支持政党なしの方で一応プールされてるから、うん、自民党支持はやっぱり減ってるから効果はあるよかったっていう本間さんのお話です、ねうん、そうですね。うん、3月これで引っ張れれば、うん、4月の補選まで怒りがプールされるでしょう、うん。う,んうんうんうん、だから、いやもしねこれ成妊娠やらなかったとしたら、うんうん、結局予算委員会で岸田を責めるだけになっちゃうじゃないですか。うんうん で他のやつらは結局他のやつらはとにかくほか、まあ、っていうか生理審で何人出てきたんだす結局えっ、ー、と3人に3人ん衆議院が4人でしたっけ56人だから出てきたよねだよねそうですよね、うん、まあで参議院は3人しか出てきてないわけで、うん、まああの生理審がなければこの連中は絶対どこもどこにも出てこないわけだから まあ,、ね、あの法的拘束力がないとかそんなのは最初から分かってるわけででいくら質問しちゃってみでも結局みんなががん首揃えてえー、いや私は何にも知りませんもうとにかく全部一緒に任せてました本当に何にも知らないんです私は潔白ですとかってねそう今日も下村博文それ何回も言ったね言ってましたね私は決して偽証していません <laughs> 決して偽証していませんあ あのなもう主権者なめんのもいい加減にしてくれよ <laughs> ほんまでしでもしそうやっとしたら <laughs> もう議員やめてくれよ<ー>そんなことさえもう分かってない事務総長って何やねん一体でしょだからまあねやっぱりそういう怒りがねあの持続するためにもゼレンシンや,やる価値がその一点のみにおいてねあのいいんじゃないかなと思ってて。 で、まあ今日も、でもそんなことでも下村は少しでも森に刃をね、うんうん、抜くシーンを、うん、竹密でもいいから抜くかと思って見てたけど、結局何にも向かな抜かないって、まあ,あ、もしかしたら裏で取引あったのかもしれない。絶対、裏で、裏で、 ちゃんと言葉でやり取りした取引があったかあるいは言葉でやり取りしないけどあうんの呼吸でうん先生森先生私はもうずっと貝のように閉じて森先生のことには一切触れませんでしたから <laughs> <ん>10月の衆議院選挙ではよろしく公認よろしくっていう感じは思うわそうですよね多分やっぱり何かそういう思惑がないとあそこまでバカにされててねうん 相当だって恨み骨髄だと思いますよ、やっぱり。だって土下座したとか、うん、ああ、もうとにかく懇願したとかいろいろ言われてるわけで、それで何でも,もう本当、何のこの、あの、反応も示さないなんていうのは、まあはっきり言って、んていうんですか、我々みたいな第三者から見ると、 もう本当こいつ本当に嘘つきなんだなとしか思えないじゃないですかもうそろいもそろってもう嘘つきと言い訳ばっかりね<う>言い訳にもならない言い訳ばっかりそうなんですよねうんまあだからそれがで結局ねえっとこれ誠任心開くためにははいその日頃仲の悪い野党が今 一致ししててるわけですよ、はい、珍しく、うん、も含めてね、うん、だからやる意味はあったなっていうふうに思っていてえまあ今日のこれももうほとんどまあただのもうかほんと時間の無駄だとは思いましたけど僕も、うんうん、裏番組裏裏番,裏番組っていうか裏の時間帯で。うん NHK の BS でね、うん、あの、ほら、戦場にかける橋っていう、はい、昔のあの戦争映画。そっち見てたのそっち、そっちパッと見て、うん、だってほら、セリンが始まったのは3時半ぐらい。3時半らいからからね。ギリギリ、あの、最後の方まで見れたけど。僕は全部見ました。どっちを こっちをって、精神 <laughs> に決まって、本間さんがそう言うたら、今井さん、精神見てからやろうって言うから、俺はもうに。俺から、先週ける歌が終わった後見ましたよ。あ、違う違う。俺はもうとにかく、セリフだけじゃなくて、表情もちゃんとチェックして、嘘をつくときにどんな顔つきで嘘をついてるかも全部チェックして、俺はもう見てたね。途中からあいつマスクなんかかぶっちゃってね。 そ,うそれもね、卑怯やなと思った、なんか。うんうん、あのね、うん、まあだけど確かに本間さん言うみたいに、あの、この何ヶ月間か、あ自民党がいかに、まあ自民党の一部議員がもういかに嘘つき、極まってるというね、ことを、司会者は国民の目にあらわになったわけですよね。で、これはね、本当に影響出てるんですよ。うん、あの国民はバカじゃないから、あのね、きちっとね、 きちっと反応してるんです。で、それは政党支持率にもちゃんと出てるじゃないですか。うんすね、一番厳しい毎日新聞は、前回の調査で政権支持率14%まで落ちたじゃないですか。うん、で、今ちょっと上がって誤差の範囲内けど、今17ですよね、確かに、ね。うそうですね。だけど、これはさ、どう考えたって、やっぱりこの裏金問題が影響してるっていうのはもう間違いないですよね、ねうん。今日、発表、あれこれ動かねか。あれ 今日発表になっていた毎日新聞は、はいうん、あ今日じゃない、昨日か、支持率17%、ででだから3ポイント上がってるんですよね。まあそうですね、まあ、3ポイント一応上が,上がってるけど、今日の下村博文ので、また下がるよ。でしょ、そう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 、だからそれはそれでいいことかなと思っていて、うんうん、まあいいことって決していいことではないけれども、あの、ね、まあのまこの橋本聖子もひどかったけどね。ひどかったね、みんな。あのー、あ<ー>でね。 まあ、そうやって岸田政権の支持率はもう本当にドカンと落ちて、半年前に比べたらもう半分以下になってるわけですよね。うん、10年は。ね、17とか14とか。ただね、政党支持率はそれでも、それほどでもないんですよね。うん、で、ちょっと3つぐらい、ほまさんが今日紹介しますけども、 まあ誤差あそうですね。FNN っていうのはこれ富士グループですけども、うん、それから今日は。支持率は23%ですよね。で,で政党支持率はかなり誤差があるんですよ機関によってね。であのえっと政党支持率というよりも次の選挙で比例代表にどこ入れますかっていうのは NTT のあの。 ドコモポイントの会員に向けにやったやつでいうと、今日はすごいですよ、えっと、自民党が13、うん、立憲が上回って14、維新が12で、調査以来初めてですね立憲が自民党を上回ったっていうんですよあだけど、維新だって12につけてますから、うん、これ、1ポイント差ですから14、13、12って。 まあ、誤差の範囲で言ったらもう完全に横並びなんですよね。そうですね。うん、ただ、これは次の日であったらどこに入れますかっていう、まあ、そういう説問なんですよ。そうなんですよね。で、昨日ね、あのー、朝日新聞が、うんえー、昨日、おとと16、17の2日間調査した結果が、 今日発表されたんでですすよよ最ねそれをね僕がちょっと今日あのワードに打ち直したやつがあるんですよ。で本当の朝日の調査結果では現有議席順に上から並べてますから自民党立憲民主党維新公明というふうに並んでいくんですけども僕がちょっと送ったやつを本間さん出してほしいんですけども。っとねえ これはね、僕の方がちょっと順番を変えて、うん、えー、原油議席順じゃなくて、現有議席順で言ったら、令和が一番後ろに来るんですけど、下に来るんですけど、ね、これね。はい。はい、これはの自民党に近い順に並べ替えてみました。うん、で、自民、その次公明ですよね。で、えー、っと、右側は2月の調査です。 だから自民党は2月21%やったやつが22%で、まあ、1ポイント一応、支持率増えてるんですよね。うん、で、公明は3から3、維新は4から4、国民が2から1、立憲が7から6に落ちてるんですね、うん、逆に。で、共産が3から3で横並びで、令和が3から4で増えて、無党派層は55から56と、うん、でここでやっぱり注目されるのが、令和がですね、共産党を追い抜いたんですよ。ね で国民もはるかに追い抜いて、維新と並んでるんです。で、公明党も抜いてるんですね。うん、だから、これはね、皆さん、あの、もちろん誤差、まあ、さっきも言ったみたいに、期間によって、毎、えーまあ、日新聞はまた違う数字が出てきますから、これは朝日の最新の数字ですけども、うん、でもね、ちょっと、あの、これ説明できるかなと思ってるんですよ。うん、というのはね、この間、あの、令和はものすごい、 えー、どういうタかな、自民党に対する急戦法ぶりを見せましたよね、いろいろね。山本太郎代表を中心に。<ー>で、それがかえって、その国会での大石明子さんの振る舞いとか、それが気に食わんっていう人もいるかもしれない、まあ実際あの、牛<け>歩のあれとかですねそう。だけども、これ見てたら、やっぱり本気でやってます感が出てると、この支持率が上がって、 なあなあかんとかぬるいところは落ちてるんですよね。でこれ見てたらやっぱりあの主権者国民はきっちりこの間の2か月間の動き見てるなと思いました。なるほど。うん、まあこれでも本当こうやってみると公明ってなんか。うんうん 自民と与党を組んでるにしては、うん、本当になんか存在感のない数字だよね。本当 <laughs> 小判みたいやねパーえでもなんか僕の記憶の中にある公明って、うん、常に67%ぐらいはあったような気がしたんだよな。うん、いやそんなんで言ったらさうん、うん、立憲だってさ朝日新聞の世論調査でも常に。 かから10とかあったじゃん,んで。一時は維新もさ、立憲を追い抜いてて朝日の夜の。そ,うですね、それがさ、もう一回ちょっとお見せしてほしいんだけども、それが今やですねあの、公明は3、維新4、ね、で立憲は6やけども、わずかもう本当一桁ですよね。国民に至っては1ですよ。<laughs> で共産はまあまあ大体こんなもんですけど令和、うん、無党派が56で小松さんこれもしかしたら無党派6割までいっかもしれへんよこれそうですね、うん、まあ一応そんな感じだよねそ,そ,そうそこでなんですけどね皆さんあのさらにこの話をちょっと進めるとね、うん、いよいよこの10月に総選挙が行われるんじゃないかっていうのが政界ではもうかなり 定着しつあるんですよその論、うん、なぜかって言ったら2024年の9月の末で岸田さんの任期が切れますからうん、うん、9月中に総裁選があるんですよ、ね。うん、総裁選というのは、まあ、あの維新やあの立憲で言ったらあの党の代表選挙のことなんですよね。うんうん、自民党ではあの代表のことをあの総裁と呼んでますからす、ね、総裁選っていうのがあるんですよね。うん、これは内閣総理大臣の えっと、選挙とは別で、総裁、うんうん、自民党の中での選挙なんですけども。で、それがですね、多分、9月の末から10月の頭にかけて、絶対に行われる。絶対行わる。そうするとね、絶対行われるっていうだけじゃなくて、絶対に岸田さんは再選されない。うん、されない。で、交換言われてるのは、目先を変えるために、うん、女性、日本初の女性総理を、まあ、 誕生させて話題をそっちに持っていって裏金のことを払拭するんじゃないかと <laughs>、ね、でそこで言われてるのがあそうそう言われてるのが、うん、今最右翼が上川さんですよね、うん、で上川さんがどうやらその石破さんを抑えて上川さんになるんじゃないかと、うん、で一方で石破さんは石破さんで昨日今日あたりですね、えー、ちょっと総裁選のルールがおかしいじゃないかと、うん、ね 自分はトップ取ったけども、いつもあの、議員選挙、議員票でやられちゃってると。<laughs> それから、河野太郎さんも、えっ、ー、と、その、党員票ではトップやったけども、議員票でやられたと。でルールをもうちょっと比重を変えたらどうやって、み,みたいなこと石破さん言ってるわけです、ね。<laughs> まあいずれにしてもこれ見たらわかるように、皆さん見てください。 岸田さんがいいっていう人、1 <laughs> 一日しか見ないんですよね。これをね、毎日新聞の調査ですね。で、岸田さんだってもう出る気ないですよ。出る気ない。ね、そうすると、これは大体の自民党のサイドから考えたら、とにかく上川さんが首相をやるにしたって、ごめんなさい、ごめんなさい、うん、総裁をやるにしたって、石破さんが総裁をやるにしたって、岸田さんじゃなかったら、今の支持率14とか17が、 一気ににから50に増えるはずなんですよ。何にも自民党は変わってないのに総裁が変わったっていうだけで17から一気に4050に増えるのは間違いないんですよね。で増やしてすぐに衆議院の総選挙を仕掛けるっていうそういう策略がもうほぼ間違いないんです。だから総裁選挙終わった後、すぐに衆議院解散で10月に多分あるいは11月に 衆議院の総選挙が行われるだろう、ほんで行われたら、まあ、今ほど、今ほどあの自民党は惨敗しないんじゃないかというふうなことは言われた。<laughs> <laughs> まあ,あの、そうですよね、えー。ともかく、今の岸田にはもう、つまり選挙を勝つ人通力がまあほぼないわけで、うんうん、でそうすると、顔を変えるっていうのは当然あると。うん ただ、上川さんって、いや、優秀なのは認めるんですけど、この人だってバックボーン何にもないもんね。そう、何にもない。いや、逆に,逆に言ったら、だからこそ、うん、だからそこそ各派閥は押しやすいんですよ。うん、どっかの派閥と濃い関係にあったり、誰か特定の政治家が裏でついてて、森ケロみたいなやつがね、だったら動かしにくいけども、言ってみたら、 もうワンンポイントリリーフですよに利用さまあね彼女が出てきて「うん、あこれこういう裏金に関わったあの議員は全部ぶっ飛ばせ」みたいにねうん、うん、自民党からもとにかく全部除籍にするとか、ねうん、<laughs> できるっつうんならすごいけどできるわけやないできるわけやないできるわけない、ね、できるわけない。うん そこで、そこでなんですよ皆さん、自民党はもうこういう戦略でいくのはもう間違いないんですよね。問題は野党の方なんですよ。で、野党の方なんだけど、ここでまた、あの、本間さんの例の持論を紹介したいんですけども、本間さんは、とにかく、自分は日本維新の会、維新は大嫌い、大嫌いだけども、とにかく自民党政権を終わらせるためだったら、維新も含めた、国民も含めた、 もう野党連合で統一候補、まあ候補者調整をして統一候補を立てるのが、これがもう寛容なんだと。これ絶対必須なんだということを、おもさんが言われてるわけです。うん、で、実は、それにこうするような発言を、岡田幹事長が立憲民主党の言ったんですね。<laughs> しかも、それがですね、え、うん、吉野、連合の吉野さんとツーショットで、ツーショットで、吉野さんも維新と組むことについては、 問題ないです。共産党とは組んだよ。ダメだけども、<laughs> 維新と組むのは大丈夫ですっていうのが、<laughs> ツーショット写真が流れてからですね、もう SNS の世界ではものすごいそれに対して反響があったんですけども、僕はその反響のうち4つを紹介します。まず、ね、おまさん、これを、何て言う、ね、かしら、こっから。ここから行そうそう。それが記事ですね、まず、ね。そうですよね。で、この記事が出て、はいうん えっと、左に映ってるのが、あの、連合の吉野会長ですね。そうですね。で、右が岡田さんです、うんで。この記事が出た後ですね、うん、もう。これが15日金曜日ですね。そう、ものすごい反応で、岡田さんは、えー、維新とも調整を進めたいと。まあ、うん、連合の吉野さんも、その了解済みだというようなことを記事に書いてあるわけですけども。あ、間違いない。そしたら、うん、まずこれ見てください。これ、本間さんが出してくれると思うけども。 維新と組む立憲は応いできないって。<laughs> で、これをですね、これ、関通子の充電させ、<laughs> なんで、うん、ま、これ、素人の人がこれツイートしたらですね、うん、ものすごい何千とリツイートされてるんですね。<ー>で、あるいは、有名なところでいくと、肉球新党さん。<laughs> これ皆さんフォローしてる人多いと思いますけども、うんうん、この人は反自民で有名な人ですよね。うんうん、肉球新党さんが、うん、おばさん出してくれます、これ。えー立 県の現執行部は退陣して引退した方がいい。うん、維新との共,共闘協力は絶対にありえないって言ってるんです。うん、<laughs> そうしたら3687いいねでリチートが1708。うん、ものすごい反響なんですねで。次3つ目。これは有名な人ですよ。うん、映画評論家の町山さん。町山さんはね、 本当に僕、町田さんのことをフォローしてるんですけども、いつもね、道理にかなったことを言うんですよ。うん、大物のリベラリストで、まあ、本間さんとよく似てて、あの、ぜぜひひでちゃんときちっと物事を言う人なんです。その人が何て言ってるかって言ったら、<う>立憲、岡田幹事長、会革学校、次の衆議院選挙で維新とも候補者一本化を確保閉じる。前に立憲は連合の言いなり。 と、私はツイートしたら、泉代表が抗議してきたけど、事実じゃん。反連合の人たちは立憲から抜けてほしいって、あの町山さんが、<laughs> 反連合の人たちは立憲から抜けてほしいって言った、書いてるんですね。で、これも2693いいねです。それで、えっ、ー、と、同じくジャーナリストのですね、えっ、ー、と、あ、白坂和也さんが、 うん、これまた言い方なんですよ。ね、この記事をね。人大体きついよね。これだよ、これ。僕が立憲民主党、今一つ信用できない理由がここにある。野党第一党が自民党の別動隊である維新に加担してどうするって。白坂さんも普段、割と大人しめでまともなことを言うてはるんですけど、ここはもう全否定ですよね。全否定。で、最後。最後に皆さんよくご存知の、 前川喜平さん。そうですね。前川喜平さんが町山さんとよく似たことを言ってるんですよ。うん、え、維新と組みたい人は立憲から出ていった方がいいと思うって言って、ねうん、で、これに対していいねが6660です。で、僕はちょっと驚いたんですよね。うん、あの、どっちかって言ったらこの、今僕が紹介した人の中の半分は、 よ。あの皆さんな,なんかいろいろ立憲は許さないってそれこそ,その最初に僕が出したねあの維新と組むような立憲なんて応援できないって <laughs> こういうのに対して町山さんなんかは勇めたり <laughs> で前川圭さんも勇めたりだって前川圭さんはあれやもん。 あの市民連合のメンバーでもありますからね野党共闘を進めてる当事者なんですよねだからそういうふうに言うと思ったらそうじゃないんですねとこれはちょっと僕は意外やったんですけど党の本間隆先生はどんなふうに考えてでしょうか <laughs> 別にまあそのいや維新と組むってあのー そりゃ、ほら、だって、僕はそもそもね、維新は山犬と呼んでいて、もうそもそも何の評価もしてないし、どんどんいなくなってくれた方がいいと思うんだけど、次の選挙までに、うん、えー、維新がそもそも今の国会議員数が減るってことはないわけじゃないですか。だって選挙ないんだから。うんうん、で、うーん、 とこのままでいくとやっぱり維新はある程度の関,関西の地場の、あのー、票っていうのは多分そんなに減らさないだからんあんまり全国で増えるとは全然思えないけれどもあの劇的に減るっていうことも多分そんな簡単にはないだろうと思ってるんですよねでじゃあ次の選挙になった時に これだけ国民が自民党に対して、今ね、問題になってるのは政治と金じゃなくて、自民党と金の話だから、今このチャンスを生かさずしてね、あの腐った貴族どもを叩きのめすっていうのは、どちらにせよ、維新単独でもできないし、立憲単独でもできないわけですよ。ですが、この2つが組む、 まあ言うなれば、日本軍が中国に行って牢石働いてた時に、えー、国境合作がありましたよね。毛沢東と蒋介石。そう。あの水と油の連中が、まあ、日本、大日本帝国と戦うためだけに手を組んだ。で その結果、日本が倒れたらまたすぐに内乱になりましたけどね。うんうん、でも、一応倒した。それ一応倒した。したまあ、別にそれ中国が日本倒したとはちょっととても言えないけども、うん、でも、まあ一応手を組んで日本と戦うっていうことでは一致したわけじゃないですか。だって、バラバラにやってたら殲滅されちゃうから、彼らも、 やっぱりそのあたり、僕全然ま、あの、毛沢東なんで何の評価もしないけど、やっぱりそういう時の野生の勘っていうかね、あの、勝つか負けるか、どっちか選べって言われた時に、うん、勝ちたいんだったら、もう国境合作みたいな、昨日まで殺し合った連中がいきなり手組んだりするわけじゃないですか。 で僕はもう今この今年選挙が行われるのか、うん、今年なかったとしても来年必ず行われるわけでこれで自民党をゲアさせなかったらまたあと4 5 0年ぐらいはねあいつらのらりくらりやると思うんですよだから僕はあのー、今手組めって言ってるんじゃなくてね 選挙の時に、衆議院選挙が来た時にあに、それまでああだこうだ、まあ、うだうだやるでしょう、維新がやりたいことと、立憲がやり,やりたいことは違うわけだから。でも、選挙の時はよくよく考えて、手を組んで、とにかく自民党を一回ゲアさせた方がいいと。というふうに僕は思うんですよね。うん、で、それはできなくないと思う、別に。 本間さん、うん、本間さんのその考えを、あの、賛成反対はともかくとして、理解できるっていう視聴者は圧倒的に多いと思います,です、ねで。ただ一つ僕気になるのは、えっと、岡田さんがそういうふうな方向で動き始めたとして、実はね、立憲の議員に聞いたら、岡田さんの影響力って立憲の中で強烈らしいですよ。<laughs> かなり強烈うん。やっぱりね。ちょっとその辺の泉健太どころやないらしいです。<laughs> ままあ、そりゃそうだけど強烈らしいです。<ー>で、その岡田さんが今回維新と選挙調整をするって明言したわけですよね。で、ところがなんですよ。そうだから、本間さんおっしゃってるような戦略理解できるし、あの視聴者も理解してる人多いと思うんだけども。ただこれだけ立憲をこれまで応援してきて。 立憲をずっと背中を押し続けてきた町山さんとか白坂さんとか前川平さんがこんな維新と組むんやったらもう応援せえへんとかこんなもう裏切りやとかもうこの人たちがこんなこと言ったらこの人たちのファンも同じようにこの人たちに従って立憲から離れていくような気がして僕は心配なんですけどその辺はどうですかうん、どうかなぁ。 まああのー、この人たちはやっぱり、なんていうんですかね、あのー、オピニオンリーダーとして、うん、まあ、ほぼ毎日のようになんか発信してるから、うんうん、こういう時もあれば、まあ、じゃあちょ、岡田の言うことをちょっと聞いてみるかと、具体的にどうしていきたいのか、だってそもそもまだ何も説明してないわけじゃないですか。でしかも維新だって別に ああの岡田さんがそう言ってるんで立憲と組むことにしましたなんてなんとも言ってないわけでね、うん、だそこはあの僕は、まあ、前川さんにしてもあの具体的にじゃあどうすんのっていう話をね聞かないままにいきなり立憲反対に回るような人ではないと思っているので今はなんていうんですかあのこうちょっと。 えといわゆるこのもう本当直感的に嫌だって思って発言してるけれども、うん、あの説明を尽くせば仕方がないなっていうふうに考えてくれるんじゃないかなって思うのと思うのと,、うん、えと今僕が喋ってるみたいなちょっとまあウルトラリアリスティックな、うん、まあはっきり言ってあんまり面白くもなんともない考え方じゃないですか僕のやつなんて。 要するに理変なんかないわけですよマキャベリズムのねな,な,なんかもうとにかく相手を叩きのめすためにどうしたらいいのかっていう、うん、夢も希望もないみたいなあのなないイ,タイタリアもドイツもさあのそうやって政権変わっていくわけやから、うん、まあそうなんですよね、うん、でやっぱりそうしないとこのチャンスを生かせないと思うんですよ、うん、僕はねで 今まで何回も失敗してきてきるわけじゃないですかうん、うん、じゃあ立憲で単独でねあの勝てる相手かってそれは勝てないわけでうん、うん、そこはやっぱり手を組むしかないっていう、うん、でしかも維新もやっぱり世論の動向っていうのは気になるから自民と一緒に一連のあので溺れちゃう方を選ぶのか。 やっぱだから僕はねまあだからそういうふだんは山犬と思って毛嫌いしてるけれどもそこを、えっと土ん場になった時の国境合作みたいにできるのかどうかで決まるような気がするんですよね。うんうん、であのこういう人たちもしかすると離れていくかもしれないけどでも他には入ってくる人も 必ずいいるじゃないですかあのつまり僕らのこの番組のこのコメントいっぱいね今までよ前の時のコメントも読みましたけど、うん、いや大賛成だと、うん、あのそういうふうに組んでくれるっていうでとにかく自民党を倒してくれっていうコメントが結構溢れてたからそういう人たちが入ってくればねプラマイでプ,プラスになればいいんじゃないかなって。 まあ僕は思うんですけどね、まあ、別にこの人たち、離れていかないと思いますけど、ね、いや、加えて言えばね、れいーは今、山本太郎代表のもと、こういった選挙協党は関心がないと、うんあの、参加する、今のところ参加する予定は一切ないと、うん、いうことを明言してるんですよ、ね、うん、明言してるんです。 で実際、あの令和はこの3か月で支持率増やしてるし、さっき紹介した朝日新聞の世論調査では、共産党を抜いている、それ、うん、であの公明党も抜いている、で、あの4%という数字っていうのは、維新と同数になってるんですよね。うん、だから今、もう令和って右肩上がりなんですよ。うん、だけども、土壇場になったら、それこそ10月になったら、うん ここで維新も共闘に参加してくれたら、さらに自民党の議席を10議席減らすことできますよってなったら、うんうん、変わるかもしれないよね。そうで、ん、す。うんうん、今はね、別に令和はいいんですよ。うん、あれで。独自路線でね。うんうん、独自噛みつき路線とでも言うのか。<laughs> あの独,と独自喧嘩札殺路線っていうか。<laughs> あれはね <laughs> 今はあれでいいと思うんですよね。だけど選挙の時にとにかく次の選挙って何があ,のあれになるのかその選挙の名目になるのは何かって言ったら自民党を倒すか倒さないかですよ。 自民党政権を一旦終わらせるか終わらせないかの選挙、うん、もうあの議題は明確、明快ですよね。そこにもちろん、お,お,お,おまけにね、小野さんね、うん、これ、終わらせるということは、衆議院、参議院で多数派を取るということなんですよ、非自民が。ということは、承認喚問したやつは全部引っ張り出せるいうこということですもちろんこれは大きいですよ、うん、今やったら 自民、公明が多数取ってるから、こいつを森喜朗呼びたい、うん、あいつ呼びたいって言ってもね、拒否権発動できるんですよ。そうそうでも多数取ったらね、引っ張り出せるんですよ。うんうん、もう逃げられへんですよ。ねもうもう無理やり、あの若さだって引っ張り出されて、うん、もう例の6キ以降の時に、みんな手震えて、もうそっとするか思うぐらい、<laughs> <laughs> すごかったんだからね。本当ね。ねうん、あれ、手が震えてたもんねすごいでしょ、うん、だから そういうの見てみたいし、それからもっと言えば、皆さんが気にしている、官房機密費。うん、この、安倍、第二次安倍政権下で、どんな借りの使われ方したのかっていうのはちゃんと新しい石鹸でチェックできるわけですよ。ねえ。そうです、ね。やれることいっぱいあるんですよ。うん、だから、一旦ね、とにかく、さっきお前さん言ったみたいに、モタクトと、あの、蒋介石で国境合作で、あの、 一旦日本軍を蹴散らし,蹴散らした、うん、でもその後また内戦が起きてついに介石は台湾に逃げるわけやけども、うん、だけどもだから意味がないことはないんですよ、うん、と,とにかくねだからそれを本間さんが言ってるんだけどもじゃあこのまあ夏になって町山さんや白坂さんや前川昭平さんがなんて言うのかまたこれ楽しみにしときましょうあのーうん、僕はあんま反対しないと思うけどな。 あの、今のこの、なん,ていうんですか、野党の勢いっていうか、うん、あのい、立憲も今のところ作戦は間違ってないんですよ。あの、要するに変に妥協しない、してない。えっ、ー、と、生林審は絶対開かせてきた。で、生林審をやることによって、自民党は傷を広げてきたわけだから、 これは別に、あの、外れてはいない。それで承認喚問も言い出して、もし自民党が拒否したら、それでまた国民が怒る。そう,そう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 。だからこれは路線として間違ってないんで。で、国民も、ほら、安倍政権の時はいつまでやってるんだっていう、うん、あったじゃないですか。あった。もうすぐ次のこと行けみたいなこと言ってたけど、今もう誰もそんなこと言わないんでね。これは徹底的にやれってみんな思ってるわけで。 やっぱそういうのをするためにも、うん、僕は、あの、だんだんこう収束してくるんじゃないかなって思ってるんですよね。あの、選挙が近くなればね。うん。いや、もしかしたら本間さんもあれやわ、そういった候補者調整の中で、比例代表の、 指名順位のところの上位に本間竜って入ってくださいって言われる可能性はあるよ。も勘弁してください。さっきに言うとくけども、<laughs> それ言われたらもう、あの、分かりました。じゃあもう、名簿に載せてくださいって言わなあかん。え嫌ですよ、僕は。だって、そんな、あの、んそんなせん、<え>あれじゃないですか、国会議員なんかなったら、バーで葉巻吸ってるわけにいかなくなっちゃう。なんであのほらあののほら あの例の北海道のあの神道大地のあのおっちゃん何やったかなあすえあれ鈴木鈴木、鈴木、うん、鈴木さんもそうやし、それから佐藤勝さんもそうやし、あの、む、無所から帰ってきた人がもう引っ張りだこやんか、もう。<laughs> 引っ張りだこって。いや、だってあの、鈴木さんとかは元、ね、元職だからね。<laughs> 僕はだって何の関係もない人間ですから。いいよ、いいよ。まあ、ちょっとね。まああの 俺が、俺がもう、あと十年若かったら、もう本当にあの、ねあの、俺、俺、俺も指名してって言ったかもしれない。嘘<ー>嘘、嘘、絶対ね絶対言 <laughs> 全然まだいけますよ、問題ない。言うわけないよ、そんな、うん、いや、まあ、<僕は S 1> だけども,も、ね、ちょっと、あの、うん、僕ももう土地だから。<の>うん、分かってることはね、あの、維新は、えー、これ以上、私立はもう、 この時点からら全国的にはもう上がらない万博、うん、でこれから出てくるもう本当に否定的な維新にとって否定的な事実ばっかりがこれからもう確定されていくから、うんうん、明るみになるんじゃなくてもう明るみになってるんだけど確定されていくから、うん、もう維新の支持率は上がらないそうすると維新が上がっていくんやったら維新はあの割とあの立憲に対しても、えー、大胆な自信たっぷりの態度取れるけども もう無理、それは。ね、あの、支持率で一時的に去年あたり立憲が維新に負けた時期があったけども、うん、もう維新は立憲を越すことができないから、うん、万博がある限り、万博というお金があるから、まあ。自分たちでも分かってるはずですからね。と。だからこれはだから、もしかしたら、ある意味そういうことで本間さんが言ったようなことが実現して、 意外とびっくりするような議席者がついて自民、公明政権ががかする可能性あるよ、うんうん、ありますよ、公明、今だって力がないしね、しかも、ね、だからちょっと面白いかもしれない面白もし、うん、まいね、岡田さんはだからまだ党内をまとめてきれたとはちょっと思えないけれども。うんうん あの、基本的にそれをやる気があると、うん、あの、相手に、維新にね、伝える効果はある、大きいわけで、うん、それでしかもそれは自民党を牽制することにももちろんなるわけで、うんうん、あの、決して僕は、あの、無駄な発言じゃないと思うんですよね。だその一つ一つの発言って、まだだ,だいぶ先の話じゃないですか。うん、だけど、そこに、 なんかこの、まあ、要するにちょっと教職ご紹介した前川さんとか、えー、町,町田さんでしたっけ町山さん、うん、町山さんとかみたいになんかいきなりいちいち脊髄反射みたいにねそんなお前 <laughs> 絶対やだだめだって言ってたらまあ永久に立憲は今の立憲のままだと思うんですけどね。だでもねこれ これ冷静に分析したら、町山さんや前川さんは出て行ってほしいって言ってるんですよ。うん、維新と組みたい人は出て行ってほしいと言ってるから。うんうん、つまり、それは現職の議員も含めて、新人候補だけじゃなくて現職の議員も含めて、立憲から出て行って、維新と組んでお前ら出たらええやんかって言ってるわけですね。だそれだけで、その瞬間に立憲の原油議席は減るんですよ。うん、それ承知でそういうことを言ってるわけですよ。うん ううんっってうながらう <laughs> ちょとでもそ,そうするとそれは逆もあるからね。要するに維新の議員たちってみんなもう本当にあのなんていうの即席で国会議員になった人たち以前立憲から出た人たちっていっぱい入ってるじゃないですか。だから逆に向こうから引っ張るとかね。 うん、いうことも十分あり得ると思うんですよ、僕は。あの土壇場になればですよだからまあ、それは今、出てけとか出てかねえって言それはそうですよ、だって令和の議員だってさ、櫛渕、うん、さんだってそうだしいろんな党を回って令和に行ってるし、他の議員もそうじゃないですかね。うん、だからそれは別にあの立憲や国民に限ったことじゃないから。うん かだからまあちょっとねあのー、まあ岡田さんがそういうことを口にしたということは立憲の中でもまあ最後の最後で組んで追い落とせるって感情があった時にね、うん、それでもやりたくないっていうのかやっちゃうっていうのを選ぶかってやっぱ大きな違いですからね。 岡田さんはそれはいざとなったらやるって言ったわけで、これは一つ面白い動きになりそうだなっていう気がちょっとしますよね。うん。なんか今日ちょっと長くなっちゃったんですけど、まあちょっとそういうことでね、あのー、ええばぁ。視聴者のコメントもぜひ欲しいよね、意見そうですね、そうですね。で、えっと、まあとりあえずね、自民党のこの成人心はまあ もちろん中身はね、ひどいんだけど、さっき言ったように、まあ、国民の怒りを増幅させる役には、ブースター的な <laughs> 役に立っているんでね。これはこれで僕は全く無駄だとは思,思っちゃいないと。で、次の動きにつながっていけばいいなと思ってます。なるほど。はい。わかりました。はい。じゃあまたこの政治の話もね、えぇ、ー、折々またやっていきたいと思います。<お>でも、えー、来週また月曜日か火曜日は必ずまだね、 えー、大阪万博の話、今井さんと,お届けしたと。んで、僕はもう明後日から能登に入ります。あ、そうですね。ねですから来週の、えっと、この我々の時間は、えっと、一つは今井さんの能登のご報告ということになりますんで、はい、うん。それも楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあ今井さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございましたどうもどうも。皆さんどうもありがとうございました。また見てください、どうも。